ジャーメインが左サイドで持ちます。今日ゴールを決めているジャーメイン、そして中野、先ほどいいシュートを放ちましたが、パスを出してダイレクトシュート、決まりました。ハチスカ今日2得点目、ベガルタ仙台の3点目はこのハチスカのスーパーゴールから生まれました。いや素晴らしいシュートでしたね。いやすごいゴールが決まりましたね。あれ難しいですよね、ハーフボレーは。いや今日の1点目もまあ難しいシュートではあったんですけれども、ここ流れたボール、高く上がったボールダイレクトで打ち込んできました。これ多分これミートだけしか心がけてないと思うんですけども、多分本当にこの勢いをうまく殺さないように綺麗に当ててるんですよ、ハーフボレー、ね、力全然入ってないと思うんですよ。あとコース狙ったんで本当ここしかないというところ、これはもうスーパーゴールですね。これもキーパーはねノーチャンスだね。いやー素晴らしい復帰戦で2ゴールとなりました、ハチスカ、うん、